はようございます。おはようございます。モンクさん、おはようございます。今日は、雨で、教会で配信しています。はい、リエさん、おはようございます。はい、おはようございます。サブレさん、おはようございます。マイちゃん、アレリア、いつも、まあ、昨日ここでね、礼拝しましたけれども、今日のタイトルはですね、まあ、昨日の礼拝のタイトルとちょっと似ています。大石さん、アレリア、ゆうさん、おはようございます。昨日はですね、すべての問題は愛があるかの問題であるという、タイトルでした。ヤシリさん、おはようございます。ルールさん、ヒットさん、 SPN さん、ブッチさん、はい、おはようございます。コムさん、これくにさん、ジャンクさん、シャボンさん、雨降ってますね。雨降ってます。そんなにひどくは降ってないんですけれども、やや降ってます。昨日のちょっとタイトルから説明しますと、世の中にいろんな問題があります。いろんな問題があります、ね、争い、いじめ、虐待、いろいろあります。でもその問題のですね、その問題の本質ですね、問題の本質を見るとですね、愛がないということにたどり着きます。ぜひ皆さんがそのように気づいてほしい。すべての問題、これちょっと語弊がありますが、多くの問題、リュウビさん、おはようございます。ヒコさん、おはようございます。ほとんど人間関係においては、人間関係においてはほぼ、愛がないことが、愛がないことが問題の原因、問題には原因がある、その愛がないことによって、愛がないことによってですね、問題が起きる。昨日の礼拝でもちょっと言いましたけど、盗むことは、愛がありますかないですか、嘘をつくことは愛がありますかないですか、殺すことはもちろん愛がないですね、不親切、不寛容、礼儀がないこと、全部愛がないことですよね。ですから、私たちは、その人間の問題、社会の問題の原因は何かということを知る必要があります。多くの人はその社会の問題の原因がわからないのです。ヤギさん、日曜礼拝を聞いてたらトイック900点超えてきました。素晴らしいですね。素晴らしい。メモレさん、おはようございます。で、今日のタイトルはですね、今日のタイトルは愛を選んでますかということです。結局昨日と同じことなんです。また何を夢も希望もなくなることを言ってるんだ。何を夢も希望もなくなることを言ってるんだ。春樹さん、私も日曜礼拝の英語を聞いて英会話を勉強してます。そうですか、素晴らしいですね。本当に英語を勉強するにはとてもいいんですよ。私が、日本語を言うでしょう。日本語を言って、通訳の人が英語を言います。
ですから、その英語を勉強しやすいです。そして、信仰と英語、いっぺんに勉強するという意味では、とてもいいと思います。ぜひ皆さん、恋愛を通して英語を学んでくださるといいと思います。実は私もですね、その英語のメッセージを聞いて英語を勉強したんですね。英語のメッセージで英語を勉強しました。一石二鳥ですね。一石二鳥。それで今日のタイトルは愛を選んでますかということですが、私たちはですね、昨日の礼拝でもそうですが、何か悩むことがありますね。何か、どうしたらいいかというふうに考えることがあります。その時に、愛がある方を選ぶ。損得じゃない、損するかな得するかなとか、自分にとって都合がいいかな、都合が悪いかなとか、この、利己的に考えるのではなく、自己中的に考えるのではなくて、愛があるかないか、愛が、どっちが愛があるんだろうか、どっちが愛がないんだろうか、そういうですね、愛があるかないかという基準で物事を考える訓練、そういう訓練を皆さんにしてほしいのです。ということは、旧牧師は英語、聖書を英語で読んでいるのですね。すごいです。ここはね、チャイスクールでもあるんですね。こうチャイスクールっていうのは、こうやって黒板で授業を教えてるんですが、英語の聖書を使ってるんですね。英語の聖書で英語と聖書を学んでいます。マルコさん、イエス・キリストの十字架から分かるように、本当の愛には自分の利益は一切ありません。しかし、多くの人がこれを間違え、自分の幸せのために愛しています。それは愛ではないのです。そうですね、人間の愛は本当の愛ではなく自己愛ですよね。自分のために人を愛する、自分のために人を愛する、それは本当の愛ではありませんね。多くの人はそのことを知る必要があります。この世の愛、人間的な愛、恋愛、場合によっては家族愛とかね、親子愛でさえ本当の愛ではないんだ。本当の愛ではなくて自己愛なんだということを理解する必要があります。イエス様はおっしゃいました。愛するものを愛したからといって何の、誉れがあるか、敵を愛しなさいとおっしゃいました。本当の神の愛、人間の愛と似てますけど違う。アイポスさん、おはようございます。人間の愛と似てますけど違うんですね。モーカさん、イエス様から離れてしまうと愛がなくなってしまうと思いました。あ、ピンポン、それは大正解ですね。大正解です。アシャンさん、おはようございます。アレリア、私たちは昨日の、メッセージでありました。昨日のメッセージ、こうイエス様から離れると、愛がなくなってしまう。イエス様にこう近づくと愛が持てる。イエス様から離れると愛がなくなる。皆さん、それはとても大事なポイントです。はい、実はですね、この教会には庭がありましてね、庭に出ることができます。ちょっと出てみましょうか。ただね、こう外で喋るとちょっとこの他の部屋に迷惑になる可能性があります。庭に花が咲いているんですよね。何の花かわかんないですけど、庭の椅子に座って、
マルコスさん、敵を愛してこそ本物ですね。このテーマはいつも私たちの前に立ちはだかります。まさにその通りです、ね、人間の愛では敵を愛しません。人間の愛では敵を愛せません。私たちは、敵を愛してこそ、敵を愛してこそ神の愛というものを、その表すことができます。敵を愛してこそ、嫌な人、嫌いな人、愛しにくい人を 愛することによって、愛することによって私たちは神の愛を実践できるわけです。そしてイエス様の教えはまさにその神の愛で生きること、神の愛で愛し合うこと、神の愛で愛し合うとか、そこに神の国があります。そこに神様の御心があります。皆さん誰ってそうですよね。自分の子供がですね、兄弟喧嘩して、喜ぶ親はいないでしょう。どんな親でもですね、自分の子供がですね仲良くしてほしい、自分の子供がですね、まあ、最近はですね兄弟で、まあ、殺し合うようなこともあるじゃないですか、最初のアダムとエヴァの兄弟カインは弟のアベルを殺してしまいました。なんと悲劇でしょうか。親にとってですね、親にとって自分の子供たちがですね殺し合うことほど悲しいことはないと思います。ですから私たち人間がですね憎み合って、争っている姿は神様は喜ばないと思います。神様の御心は、神様に似せて作られた人間が愛し合って許し合って神の国を表す、それが神様の御心ではないでしょうか。私たちはその神の心を知らないから、神様の御心を知らないから罪を犯します。神様の御心を知らないから憎み合ってるんですね。昨日の第一ヨハネ4の11はですね、神がこれほどまでに愛してくれてるなら私たちも愛し合おうという御言葉なんです。シャンさん質問です。神様と離れると私たちはどうなってしまうんですか。イエス様は枯れると言ってますね。枯れる、多くの人はイエス様から離れて枯れているんですね。枯れるというのは、まあ、霊的に命がなくなる、霊的に死んでしまうということですね。多くの人はイエス様を知らないで死んでいるわけです。しかしイエス様に近づくと命が流れて生き生きと元気になり愛を持つことができます。多くの人は神様と断絶して死んでいるんです。神様と断絶して死んでいます。ですから、悪霊によって、強盗の巣になっています。まあ、強盗の巣というのは悪霊の巣と言ってもいいかもしれません。多くの人は悪霊の巣ですね。悪霊の巣です。健吾さんおはようございます。ぜひ皆さんが、強盗の巣から祈りの家になってほしいと思います。そして、イエス様に近づいて、生き生きとした命にみなぎる心、愛にみなぎる心、皆さん、簡単ですよね。簡単だと思いませんか。愛がある方がいいっていうのは誰でもわかります。そして自分の心の中に愛がある方がいいって誰でもわかりますよね。そうですよね。愛がない方がいいなんて誰も思わないでしょう。まゆみさんおはようございます。旧牧師の講義、現実は現実離れしすぎて
支離滅裂に感じるのは、イエス様の教えはですね、現実離れしてるように感じますよ。だってそうですよね、隣人を敵を愛せよとか、ね、隣人を自分のように愛せよとか、求めるものに与えようとか、イエス様の教えは現実離れしてます、ね。普通の人はできないんです。普通の人ができない教え、普通の人ができない教え、イエス様の教えは確かに現実離れしてます。しかしそれが必要なんです。それが必要なんです。私たちにとってそれが必要なんです、現実離れしているように見えるかもしれない。しかしそれをしなければ世の中が良くならない、世の中がうまくいかないのです。ぜひ皆さんそのことを知ってください。現実離れしているというのは現実が悪いからなんですね。現実が悪い社会だから現実離れしてます。しかし本当の本来の私たちの社会、本来の神様の御心、寝癖がついてる、本来の私たちの神様の、この世界を作った目的は神の国として作ったんです。愛し合う社会、私たちが神の愛で愛し合う社会、神様はそういうものを本来は作ったんです。サタンは本当に存在しますか？サタン本当に存在しますよ。神が存在するように悪魔も存在します。多くの人は神も悪魔も存在しないと思ってますが、いえ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 、悪魔も、悪魔も神も存在します。悪霊も天使も存在します。直前まで寝ていたい、そうではないですよ。シャンさん、イエス様を学ぶということは霊的な成長をしているのですね。その通りです。イエス様を学ぶということは私たちは霊的に成長しています。マリちゃん、礼拝に参加すると精神的に安定しますか？誰でもそうですよ。誰でも礼拝に、参加すると、礼拝に参加すると満たされて安定して、そしてこの癒されます。金寿さん、おはようございます。マルコさん、勘違いしている人が多いですが、神様は現実主義そのものです。神様が最も厭う罪である偶像崇拝は、つまり空想主義です。人は現実を見るとき神の実在に気づけるのです。アメン、アメン。マルコさんが言ってる通りですね。偶像崇拝こそ空想主義です。つまり、お金が幸せになるとか、恋が幸せになるとか、ね、結婚すれば幸せになるとか、それこそ現実離れしてるんですよ皆さん。マルコさんの言う通り、信仰の方が現実主義です。信仰の方が現実主義です。この世の方が空想主義ですね。私が言うのはですね、妄想主義ですね。これは妄想です。多くの人は妄想で生きています。本当の現実、それはイエス様の教えですね。イエス様の教え、これがですね、本当の現実主義です。ジゼロンさん、七夕に短冊書いて星に願ってもいいですか？いえ。ジデロンさん、星がですね、ジデロンさんの祈りを聞いてくれると思いますか？星は大きな石ですよ。星は大きな石です。石がですね、石がジデロンさんの
祈りを叶えてくれません。金城さん、天国へのチケットこそ現実なんです。天国へのチケットこそ現実なんです。アメン。ジャスティンさん、ジャスティン・ビーバーはですね、クリスチャンですよ、皆さん。ジャスティン・ビーバーはクリスチャンです。イスラムってイスラエルのことじゃないですか。イスラエル行ったことありますかということですか。あります。ありますよ。金城さん、お祭りでの神輿担ぎはどうですか。ダメですね。お祭りのおみこし担ぎはダメです。なぜかというと、本来はあれはですね、神の契約を表すんですが、しかし神社がですね、偶像崇拝にしちゃってます。神の契約の箱、本来は神の契約にもかかわらず、偶像崇拝の偶像にしてしまっています。シャンさん、日曜礼拝に参加するとイエス様からの祝福と油注ぎを感じ、幸福感と神の愛を生で感じられますよね。その通りです。ぜひ皆さん、近くの方は、ね、礼拝に参加してみてください。礼拝がどれほど素晴らしいか感じてみてください。鳥をくぐってはダメですか。そうですね。本来は鳥は、十字架を表すんです。立つと横でしょ。立つと横。本来鳥は十字架を表すんですが、それが神社に、悪用されています。ですから、その神社の意味はね、何かこうくぐって参道に入るということですから、私たちは偶像崇拝を避けますから、私は、鳥をくぐらない方がいいと思います。それは、人それぞれですね。私はくぐらないんです。何もできなくなっちゃう。鉄十字はどうでしょう。鉄十字って知らないですね。何でしょう、鉄十字。ジャンクさん、イエス様だけを拝み、あがめよ。ただイエス様だけ信じてよ。アメン。その通りですね。その通りです。はい。金城さん、知り合いのお葬式が仏教がほとんどです。どうしたらいいですか。私は出ないですね。私は仏式の葬儀に出ません。なぜかというと、やはりそれはですね、死者崇拝ですね。死んだ人を崇拝する形。仏式の葬儀は出ません。なぜかというと、皆さん、イエス様は、いや、それどう思うと思いますか。イエス様がですね、死者崇拝や仏式の葬儀を喜ぶと思いますか。いえいえ、喜ばないでしょう。イエス様が喜ばないものは私たちも喜んではいけません。イエス様が喜ぶことをしましょう、ね、イエス様が嫌うものを私たちも嫌いましょう。それが WWJD ですね。 WWJD、イエス様はどうするかですね。シリマルさん、世間はニートの私をバカにしますが、私は偶像崇拝がはびこる社会を軽蔑します。そうですね。親の葬式にも出ない方がいいですか。私はね、父も母もクリスチャンになりました。父も母もクリスチャンになりましたから、本来はキリスト教式でやるべきです。私の兄弟が、ね、クリスチャンじゃないので、仏式でやったんです。花さん、おはようございます。ですから、私は
父と母は天国に行ったと信じますか。しかし物質の葬儀には出ませんでした。なぜかというとイエス様が喜ばないからですね。イエス様が死者崇拝、物質葬儀をイエス様は喜ぶわけありません。ですから、父と天は父と母は天に行ってイエス様と会っていますので、物質の葬儀には出ませんでした。チャンさん、皆さん、教会へまで味わったことのないイエス様の存在に気づかされます。アメン。皆さん、葬式に出ることが親孝行ですか。それとも親を天国に、ね、導くことが親孝行ですか。皆さんよく考えてください、ね。葬式に出ることが親孝行ではないんです。生きている時に親を喜ばし、生きている時に、親が救われるようにすること、それが本当の親孝行ではないでしょうか。他の宗教を許すことができないのは傲慢では、イエス様がおっしゃっているのは、ね、人を許しなさいということですね。人を許しなさいと言っていることで、偶像崇拝を許しなさいとか異教を許しなさいということではないんです。他の宗教が間違っているというのは私の考えじゃなくて聖書が言っていることですね。聖書が偶像崇拝をしてはいけないと言っているわけです。偶像に近づいてはいけないと言っている。私が言っていることではないんです。はい、証タイム行きましょうか。証タイム、はい。イエス様を信じて、ああ私は愛を選ばないで欲を選んでいた。私は愛を選ばないで自分に都合のいい方を選んでいた。しかしイエス様を信じて、自分が損になっても、自分が犠牲になっても、愛を選ぶようになった証、相手の益を考えるようになった証、相手を喜ばすようになった証、スタート。金太郎飴は食べない方がいいですか。いや、金太郎飴は問題ないと思いますよ。ジャスティンさん、何のスタートですか。証のスタートですね。木牧師、歯は部屋に昔からマリア像十字架と一緒に飾りますがどう思われますか。カトリックの方はそうですよね。カトリックの方はね。でもプロテスタントはマリア像を飾りません。トモさん、そのことよりも親が天国に行くことを願ってください。親を伝道して、親がイエス様を信じて天国に行くように、生きている時がチャンスです。死んだらもう天国行けないのです。生きている時に親を導いてください。カトリックは偶像崇拝してるってことですか。その通りです。
しりまるさん、昔はワンコメばかりしていたけど、最近はキュウちゃんが喜びそうな進行コメを書いてます。ありがとうございます。守護霊とは信じますか？世間でいう守護霊とは違いますが、聖霊様こそ、聖霊様こそ本当の守護霊ですね。本当の守護霊、世の中の守護霊とは違います。神の霊ですね。聖霊様は神の霊です。聖霊様を受けることが大事です。聖霊様が私たちを守ってくれます。金城さん、戦争してしまうのは偶像崇拝があり、サタンに騙されていると分かった。その通りですね。偶像崇拝すると憎しみが入るんです。本当です。偶像崇拝すると敵悪意が入って、それが理由で人間は争うんです。戦争するんです。ユウさん、まあそれは当然カトリックの方はそう言うでしょう。ですから、まあ、祈ってあげることが大事ですね。祈ってあげてください。モーカさん、イエス様を選びます。イエス様を信仰するととても愛情深くなります。そうです。皆さん、原則を知ってください。偶像崇拝をすると憎しみ、敵、悪意が入ります。そしてイエス様を礼拝すると、神の愛が入ります。ですから、私たちは本当に偶像崇拝を避けるのは、偶像崇拝を避けるのは悪魔の心が入っちゃうからですね。金城さん、旧牧師が紹介された映画、主戦場を友人にお勧めしました。アメン、アメン。祈りはただの自己満足、それはですね、本当に祈りが聞かれるかどうか体験すれば分かります。もし祈りが聞かれなかったら、クリスチャンはもう祈らないでしょう。クリスチャンが祈り続けるのは、祈りが力があり、イエス様が祈りを叶えてくれるから、だから祈り続けるんです。祈りが本当に有効であることを体験しています。シャンさん、イエス様を信じ絶えずお祈りをしているおかげで、雨の日も幸せ幸福感で満ち溢れています。アメン。本当の幸福、本当の幸福、それはイエス様のそばにいること、イエス様のそばにいることが本当の幸せです。本当の幸せを皆さん知ってください。彦さん、私はですね、安倍総理を憎んでませんよ。安倍総理が救われてほしいと思います、ね、安倍総理が救われてほしい。安倍総理を憎んでるのではありません。リビさん、薬からは幸せは来ませんよ。薬からは、ね、幸せは来ません。ドラッグやっても、ね、ドラッグやってもそれは一時的な、快楽であって、本当の幸せではないですね。それでは、招きをしましょう。今日の放送を聞いて、私たちは、大事なポイントがあるんだ。物事の基準、物事の基準を、損得や欲でしてきたけれど、自分中心で
物事を考えてきたけど、これからは神の愛があるかないか、自分が損しても自分に都合が悪くても神の栄光を表すために、神の愛がある方、神の愛がある方を選ぼう。愛を、神の愛を表すために、神が喜ぶために、神様が喜ぶために、神の愛がある方を選ぼう。あらゆる全てのことにおいて、全てのことにおいて、損得ではなくて、もっと意味のある、もっと価値のある神の愛を表すことができる方を選ぼうと決心する人、アメン。今までは愛がなかった、今までは無慈悲だった、今までは、自己中だった、利己的だった。これからは、利己的ではない、自己中ではない、愛がある方を選ぼう。イエス様を信じて、そういう人生、そういう日々、そういう人間になりたい、そういう愛を選ぶ人間、十字架のように、十字架がまさにそうですね。十字架は、人を救うために、愛を選びました。イエス様はこの地上に来ることを選びました。イエス様は十字架にかかることを選びました。それは愛があるからです。人々を救うという愛、人々を救うという愛です。イエス様が愛を選んだように私たちも愛を選びましょう。愛を選ぶ人、これちょっと角笛できませんね。天のお父様、私たちは本当に、自分を選んでました。自分中心でした。自分の利益ばっかり考えてました。欲ばっかり、もう少しでも欲を満たすことばっかり考えてました。しかし私たちは悔い改めます。悔い改めて、私たちは、お金ではない、損得ではない、欲ではない、私たちは本当に神様の栄光を表すために、神様が喜ぶために、神様が喜ぶために、神の愛で、神の愛を表す方を選びます。全てのことにおいて、全てのことにおいて神の愛がある方を選べるように助けてください。教えてください。私たちの心を清めてください。私たちの心を清めて、どっちが愛があるのか分かるようにしてください。そしてそれを選ぶ勇気、選ぶ勇気、愛を選ぶ勇気を与えてください。愛を選ぶ動機を与えてください。全てのことが神の愛が動機で、物事を考え、行動し、発言し、生きていくことができますように。イエス様、私たちを、作り変えてください。作り変えてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。皆さん一緒に歩みましょう。一緒にイエス様についていきましょう。イエス様、私たちはイエス様の弟子です。イエス様の弟子です。神の子です。神の子です。神の子として一緒に歩みましょう。伝道しましょう。愛を表しましょう。それではまた夜7時にお会いしましょう。シャローン、シャローン、シャローン。良い一日を。愛のある一日を。愛のある一日を。シャローン、シャローン。